長井厚氏は埼玉県草加市出身のプロ野球選手、宇藤右内、広島東洋カーアップ所属。小学校2年次に青空ベースボールクラブで野球を始める。草加市立花栗中学校時代は草加ボーイズに所属し、3年次には世界大会に日本代表として出場。2小学赤大学付属高校へ進学してからは1年次から手法を任され、 3年夏には、第99回全国高等学校野球選手権大会に、4番、左翼で出場。1回戦の名桜高校戦で5打数5安打1、打点の活躍。2回戦の三本松高校戦は、本人も1安打に終わり、チームも敗れた。高校通算47本塁打。2017年の NPB ドラフト会議にて、広島から4巡目で指名され、 11月9日に契約金3500万円、年俸500万円で仮契約を結ぶ。2018年は一軍出場はなく、ウエスタンリーグ62試合に出場し、打率、149、2本、7打点という成績だった。2019年も一軍出場はなかったが、2軍のレギュラー格として経験を積み、ウエスタンリーグ85試合に出場し、打率、 253本、23打点という成績だった。2020年も一軍出場はなく、また8月に、左手ゆう骨を骨折し、手術を受けたこともあり試合出場が減り、ウエスタンリーグ27試合に出場し、打率200、200本に打点という成績だった。逆方向にも強い打球を打てるパンチ力と50メートル5秒、8の脚力が持ち味。 目標の選手は、同行 OB の鈴木聖也で、目標は、鈴木と同じく、トリプルスリー、1日でも早く、レギュラーになって、鈴木聖也選手みたいな誰からも愛される選手になれる。よう頑張ります。と話す。ニックネームは、ドラフト同期の中村進正に命名された高校。ありがとうございます。